お腹だけがポッコリ、いつもお腹周りを隠す洋服しか着てないなんてことないですか？そこで今回はお腹をすっきりさせて痩せる方法をお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。最速でお腹をすっきりさせる方法をお話します。話の流れはこちらです。1つ目、そもそもね、なぜぽっこりお腹になるのか、その原因をしっかり把握していきましょう。そして2つ目、簡単にできるお腹をすっきりさせる方法を3つお伝えします。では1つ目の項目です。なぜぽっこりお腹になるのか、その原因はズバリこちらです。食べ過ぎたことで余計な脂肪がたまるんですよね。でその時にお腹の内臓周りについたこの内臓脂肪が原因なんですね。なぜかというと、この胃や腸周りの膜に脂肪がこうどんどんたまるわけです。そうするともちろんお腹がぽっこりと出てきてしまうという、こういった悪循環になっていくんですね。今の話を聞いてショックを受けた方、大丈夫です。内臓脂肪はつきやすい代わりに減らしやすい脂肪でもあるんです。ではぽっこりお腹になる原因が分かったところで、どうすればよいのか、項目2つ目です。ぽっこりお腹をすっきりさせる方法3選お伝えします。では1つ目の方法はこちら、腸活メニューをしっかり食べることになります。すっごく大事なんですね。なぜかというと、しっかりとこの発酵食品など腸活メニューを食べることで、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてあげることにつながるからなんですね。例えば発酵食品であれば、納豆、ぬか漬け、味噌汁、またヨーグルトやキムチ、チーズなどですね。調味料でいうとリンゴ酢だったり、醤油麹、塩麹、味噌もそうですよね。もうまずは和食中心を心がけていただくだけで腸活メニューになりますので、ぜひ今お伝えした食材をしっかりと毎食毎食発酵食品取れてるかなっていう形でチェックしてみてくださいね。このような腸活メニュー、特に発酵食品を召し上がると代謝がどんどん上がって、今まで余計に溜め込んできてしまった脂肪をどんどん燃やしてくれることができますから、ぽっこりお腹の解消につながるんです。では2つ目の方法はこちら、100回噛んで食べるになります。100回って思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、特に消化に時間がかかるようなお肉だったり玄米は100回噛んでみてください。100回噛んでもまだ口の中に残っているぐらい、やっぱりかなりですね、よく噛んであげないと、そのまま飲み込むように食べてしまうとですね、結局その仕事を内臓にさせるわけです。そうすると良くないんですね。ただでさえ内臓脂肪がついている臓器ですね、もうくたくた動きが悪くなっているところに早食いしてしまわれますと、消化不良を起こしたり、また満腹中枢も刺激しないまま、いくら食べてもとにかく食欲が収まらないという、その悪循環になりますから、ぜひですね、100回噛むぐらいのマインドで召し上がってください。このようによく噛んで食べるだけで内臓への負担が減って、結果なんと基礎代謝がアップするという、こういったねプラスのスパラルに入ることができるんですよ。では3つ目の方法はこちらです。有酸素運動を取り入れましょうになります。これとは逆、無酸素運動、要はね、こう激しい筋トレ等々ではなくて、有酸素運動です。しっかりと酸素を取り入れながらする運動、代表はウォーキングなどになるんですね。でなぜこの有酸素運動が良いかというと、酸素をしっかりと取り込んでいく、この運動をすることであなたのお体にいいことが起きる。何かっていうと、年々減っていく毛細血管の数を増やすことができる運動になるんですよね。そうすると細胞の隅々まで酸素と栄養が行き渡れば、細胞が活性化してくれて、結果内臓の動きも活発にすることができるんですね。
そうすると基礎代謝が上がって溜まってしまった内臓脂肪をどんどん燃やしていくことができるんです。ウォーキングのおすすめの時間帯は副交感神経が優位になるような夕方4時以降がおすすめです。最初はまず 2,30 分からスタートしてみてくださいね。だいたい20分を超えたあたりから脂肪を燃やすスイッチが入ってくるんですよ。さあいかがだったでしょうか。今回はなかなかすっきりすることがないこのお腹周りがなぜそうなるのか、原因分かりましたね。もうズバリ内臓脂肪だったということでは、そのついてしまった内臓脂肪をどうやって確実に落としていけば良いのかという方法を具体的に3つご紹介しました。もう簡単にできますから、あなたのペースで一つずつ取り組んでみてくださいね。そしてこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみた、食べてみた、結果こうなったっていうご感想などコメントいただけますと、もうとっても励みになっています。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。